人生に解放の瞬間を、コメスクニコのミュージカルインザライフ。1週間ぶりです。お久しぶりです。こんにちは、コメスクニコです。皆さんお元気でしょうか。はい、とうとう4月になりましたね。私いつだったかな、前年度の6月7月8月くらいから お届けしてきたこのミュージカルインザライフですけど、気がつけばあっという間に半年が以上が経っておりまして、あ、意外と続くもんなんだなんて完全に思ってました。もう元があれなんでね、人見知りなんでね。でもだいぶ改善されたかなと思っています。今日は前回3月の最後の週に、ご告知した通りハイスクールミュージカルをお届けしていきたいと思います。それでは本日も約30分間どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ。この番組は芝居、歌、ダンスが融合したミュージカルという総合舞台芸術について、沖縄で役者として活動するコメスクニコが紹介、発信していく番組です。FM Naha。Your radio station. Okinawa.改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、4月5日ということで、今日は先ほどもいたように言っていたらくどいんですけど、ハイスクールミュージカルという作品についてご紹介していきたいと思います。っていうのもですね、前回ハイスクールミュージカル3をご紹介しまして、なぜあえて3から紹介するという暴挙をしたのかっていうのをちょろっと説明したんですけれども、3月は卒業シーズンということで、卒業式が終わったら入学式ですねということで、春は出会いと別れの季節っていうふうにもよく言うんですけど、私なんか時々思うんですけど、これ出会いと別れの季節って、日本人の生活サイクル的に言ったら逆じゃねと思って、でハッピーニューイヤーって年明けがあって、卒業式があって、でなんかいろんな別れがあり、それから新たな出会いが4月にまたあるっていうサイクルなんで、逆じゃないかなと思って、1と3を逆にするっていうね、3から紹介するっていうのを前回やりました。で、今回はその一番最初のハイスクールミュージカルのシリーズの一番最初の作品のハイスクールミュージカルについて紹介していきたいと思います。で、この作品はですね、前回全く触れなかったんですけど、ハイスクールミュージカルって言われている通り、高校生たちの青春物語っていうのかな、日常を描いた作品なんですけれども、なんていうのかな、全くって言っていいのかどうか分かんないけど、普通にそのまま、そのまま淡々と過ごして、淡々とじゃないな、日常を
過ごしていたら多分出会わなかった2人、もう性格もなんか興味とかも多分違う2人が出会って、そこから始まる物語っていうの、もうキャーっていう青春物語なんですけれども、この作品どういう作品かって言いますと、まず年明けのなんだろう、冬のもう大晦日元日くらいの間の年明けパーティーに来たトロイとガブリエラっていう男の子の主人公と女の子の主人公が、そのパーティーの中で出会うっていうところから物語が始まるんですよ。でこれなぜ出会ったかというと、2人とも旅行をしていて、その多分コテージみたいなところ泊まっているところがたまたま本当に近くで、そこでなんだろうな、パーティーをもうなんていうの、ヤングとアダルトに分かれてそれぞれで楽しむみたいなパーティーをやっていたんですね。でこれはアメリカのなんだろう伝統的なあれなのか何のかなのかはちょっと調べられなかったんですけど、まずとりあえずそこで出会って、でなんだろう、もう出会いも異色というか、なんだろう、そのパーティーの中でカラオケ大会みたいなのをやっていて、もう切ったばっかりでちょっとうろうろしてた男の主人公トロイと本を持参でもう一人ひっそりと読書に勤しんでいたガブリエラっていう女の主人公が、もう無理やり曲入れられた後引っ張り出されて一緒にデュエット歌うっていう感じで始まるんですけれども、もうそのデュエット歌った時にもう二人のなんて言うんだろう、もう息がすごいあって、パッションじゃないな、なんていうのかな、とりあえずなんかすごい二人とも初めて会った人だけどすごい楽しんだんですね。なんかこれ今までにないくらいっていうくらい楽しんで、でもうそこで意気投合して、で連絡先を交換するんですよ。もうそこからしてキャーなんですけど、で連絡先を交換した後、まあそれぞれまた、まあ、旅行中なんで帰るんですけれども、でその後トロイのいる高校、何だっけな、すいません高校名忘れましたトロイのいる高校にガブリエラが転入生として入ってくるんですよ、転校生として。でその時に2人ともあれみたいな、なんでここにみたいなことになって、で今日から転校してきたんだっていう風な感じでまた話が盛り上がって、でその2人があれなんでここにっていうことになった講義部活かな、これちょっと私も講義か部活か分かんないんですけど、多分講義、その講義が演劇部の顧問の先生が持っている演劇の授業で、でその授業かな、その講義かな何かでやるミュージカルの主役オーディションを受けることにしたんですよ、2人とも。なんかなんだろうって言っても、よし受けてやるぞみたいな感じじゃなくて、もう迷いながらやりたいけどでも勇気がないけどでもうんみたいな感じでやって、で結果的に一次が合格したんですね。で二次選考まで行けることになって、でもう二人その時にデュエットして二次選考に行けることになったので、その後もなんかいろいろ練習をするんですよ。するんですけど、なんか最初はこのガブリエルじゃない、トロイが所属するもうバスケ部、もうめっちゃその地元では強豪で、
めちゃくちゃ強くても決勝戦を奪い合うくらいの強い高校なんですけど、そこのトロイはキャプテンなんですね。だからキャプテンだけど、もうそのミュージカルの練習で時間を忘れて、この参加バスケ部の練習に遅れていったり参加しできなくなったりっていうのが多々発生し、でガブリエラの方もすごい数学の天才みたいな、天才少女ってもてはやされ、もともとそういうもてはやされていて、でもうその経歴を知った女子たちが、女子たちの何人か秀才でこの勉強できる子たちが一緒になんかチームを組んでコンテストに出場しようよみたいなことを声かけしてくるんですね。でガブリエラは最初は学校に慣れたいから遠慮するって言ってたんですけど、なんかもうこのミュージカルをやるためにいっぱい練習してたら、最初にそのガブリエラのすごい天才的な頭脳を経歴を知って声かけてきた人たちは面白くないわけですよ。私たちのものは蹴ったのにミュージカルはやるのみたいな、しかもバスケ部のトロイと組んでみたいな、もう本当になんて言えばいいんでしょう、もうその高校でのもう世界観って言ったらなんですけど、そこでその高校ではもうバスケ部はめちゃくちゃ花形のスポーツ集団で、その代わりなんか勉強とかはもう二の次みたいな、とりあえずバスケ一色みたいな、スポーツバカよっていうセリフもあるくらいのスポーツ命みたいな集団で、かたやもうこの秀才たちの集団はもう運動は分かんないんですけど、本当に数学とか物理科学の定義をいかに頑張ってやるかっていうのが本当にそれに情熱をかけてる人たちなんで、もう住む世界が違う感じなんですね。でもこのミュージカルをその全然違う世界にいる2人がミュージカルっていうものでつながって、それでもう周りも巻き込まれるっていうか、うん、なんか一緒に巻き込まれちゃう感じになっていくんですよ。で一度もうこの両方のトロイが所属するバスケ部たちと、このガブリエラが所属する、秀才たちがもうどっちも面白くないからもう手を組んで、この2人をペアで出させないようにしようとして、一回なんか作戦を練って2人をもうちょっと騙すんですね。でそれで一回トロイとガブリエラのこの仲っていうか絆みたいなものが壊れかけるんですけど、その話はちょっと後半で話していきたいと思います。すいません、ちょっと今誤作動が発生したCM ぶっちぎるっていう、ね、失礼いたしました。では改めて後半に参りたいと思います。そうだ、一回そのミュージ主人公のトロイとガブリエラがミュージカルをやるっていうのを快く思わない人たちが手を組んで、二人の仲を引き裂いてミュージカルに出さないこうとするところまでさっきお話ししたんですけど、
で、それは一瞬成功するんですね。なんかもうあのトロイが、うん、俺はバスケを頑張るんだ、なんかガブリエラのことなんとのことなんてみたいなことをわざと言わせて、うん、ガブリエラを傷つけるようにさせて、でガブリエラもそれでもうミュージカルはやっぱりやらないっていう方向になるんですけれども、あのちょっと思いがけないことに、全くその騙した人たちが予想外なことになりまして、あのトロイはあのバスケのあの何テクニックがめっちゃ落ちるんですよ。なんかフリースローとかも全然練習でも入らない状態になって、であのガブリエラもすごいコンテストに出場するために一緒にやってはいるけど全然楽しそうじゃないみたいな、もうどっちもうまくいかない状態になってしまうんですね。で、あ、これは俺たち自分たちやり方間違えたりまずいって気づいた人たち、このバスケ部集団とこの主催集団たちが、うん、これはちょっと仲を元に戻さねばって思い直して、元にごめん俺たちが悪かったみたいなことを言って、で2人も仲直りして、で改めてこの二次オーディション二次選考にやっていこうっていう風になるんですけれども、そこでまた一騒動ありまして、あのこの2人、トロイとガブリエラとあのライバル関係というか、一緒にオーディションを、まあ、敵としてライバルとして受けることになってたキャラクターシャーペイとその弟ライアンっていう、まあ、めっちゃ濃い登場人物たちがいるんですけれども、その2人がちょっとあのまずい、このトロイとガブリエラ意外とうまいぞって思って、自分たちもしかしたら負けるかもって危機感を覚え、ちょっとあの悪知恵というか、うん、悪い企みをして、あのこのオーディションの日を1日ずらすんですね。でずらした日がなんとトロイの試合とガブリエラのコンテストがある日にわざわざブッキングして、で2人をオーディションに出させないようにするっていうのをやるんですけれども、でもあのそんなってあのそれを知ってそのトロイたちとガブリエラたちがのこちらもまたアイデアを練って頑張って2人をオーディションに出場させようとするっていう話になってまして、まあその話の細かいところはちょっとぜひ見ていただきたいんですけれども、でトロイとガブリエラもギリギリなんとか出られることになって、でオーディションを受けたっていうのがもう結構クライマックス目なところでして、でその後、まあどちらが選ばれたかはぜひ見ていただきたいんですけど、はい、っていうお話です。でそうですね、こんな感じのお話なんですけれども、もうなんか高校生っていいなってちょっと青春っていいなって思いましたね。まあ、私も結構高校楽しかったので、あのもうこう悔いとかあの頃に戻りたいとか、まあ、あの頃にはちょっと戻りたいかな、まあ、めちゃくちゃ楽しかったなって思うんですけれども、でもあこういう高校生活もあるんだなってちょっと思った作品でした。はい、でせっかくなのでここで一つ一曲マイフェイバリットソングをお届けしたいと思います。今日のマイフェイバリットソングはこのハイスクールミュージカルのエンディングですね、みんなスターっていう歌なんですけれども、もうライバルだった人たちも仲間になった人たちもみんな一緒にあのこの
フィナーレを迎えて大団円みたいな感じになる曲になっています。で、結構すごいポップな楽しい曲なので、ぜひもし興味を持ったら、YouTube とかでも全然探せるんで、ぜひ探してみてください。ではマイファイバリットソング、ハイスクールミュージカルよりみんなスター。コメスクニコのミュージカルインザライフ、
今日はそろそろ終わりの時間となってしまいました。今日はハイスクールミュージカルをご紹介してきたんですけれども、もうちょっとあらすじしかご紹介できなかったのが悔やまれるんですけれども、ぜひ楽しい作品なので、もう成人になった人たちも多分なんか純粋にエンターテインメントとして楽しめるんじゃないかなと思っております。はい、なのでもし興味を持っていただけましたらぜひ見てみてください。それではコメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこれで失礼いたします。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見ご感想などがありましたら FM 那覇の方までよろしくお願いします。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手はコメスクニコでした。 Thank you for listening. Good night and sweet dreams.